問題は、じゃあ誰を取るかという問題になってくるわけですよ。ね。現在が、まあ、5月から6月ですよ。アラエズっていうね、今シーズンかなりの例外はあるものの、まあ、基本的にはまだトレードがそこまで活発になる季節ではございません。まあ、そうなると、候補になりそうだなと思ったのは、まあ、先日クリーブランドから DFA されましたラウレアーノ。まあ、あのあたりだったら試してみても面白いんじゃないかなと思います。どうも、P4 以上です。というところで、ね。私が先日投稿しました、アクーニャが離脱した時の対処法っていうね、動画の方で、選手補強をする時の、候補選手っていうのを挙げたんですけれども、その中の一人であります、ラモン・ラウレアーノっていう選手がいたんですね。はい。彼は、あの動画を撮った時、っていうのがちょうどそのガーディアンズから DFA になった時だったんですよ。で、まだリリースされるとは公式な発表はなかったんだけど、ただガーディアンなんか情報によるとリリースされるだろうみたいな、ツイートを見まして、じゃあラウレアのあたり試してみてもいいんじゃないって言ったんですけど、あの動画を撮ってから次の日でしたかね、それかその次の日、ブレイブスですね、ラモン・ラウレアーノとマイナー契約を結びました。これはもう私がね、ブレーブスファンと言ってもいいんじゃないかなと思っております。私は去年のトレードデッドラインでブラッドハンド獲得を実は的中させたんですよね。でその時に言ったんですけど、これでようやくブレーブスファンとして皆様から認めていただけるななんて思っていたんですが、今回のラウレアーノ獲得も的中させたというところで、これはもうね、ブレイブスファンと自分から名乗ってもいいんじゃないかなと思ってます。ね。というところで非常に嬉しい、ラウレアーノ獲得ではあるんですけれども、ただそれはね、ただ私が予想を的中させたからであって、正直アクーニャが離脱しているという事実も変わらないですし、今年のラウレアーノ、成績的に見ると打率が1割4分3厘、ホームランが1本打点がいくつ、打点が4で OPS が494で OPS プラス46っていう決していいとは言えない成績、相変わらず肩は強いんだけど、でもね、アクーニャの代わりが務まるかといったら全然止まらない成績で本当に単純に右の外野手を取ってきたっていう、それだけではあるんですが、ただラウレアーノもね、一応その実績というものもありますので、これからね、おそらくマイケル・ハリス、ジャレット・ケルニック、アダム・デュバルの3人がメインで出て、でラウレアーノが控えにもあると思うんだけれども、控えに置けるのであればラウレアーノもなかなかいい選手だと思いますので、控えというよりかはやっぱプラトーンになるのかな。でも誰とプラトーンするんだ、ケルニック。そうなるかな。右の時って、でもデュバルが、デュバルはでもそっか、右も左もいけると思うんで、ラウレアーノも多分マイナー契約ではあるんですけど、これからすぐ上がってくると思います。だから、ラウレアーノもね、すぐブレーブスでのユニフォームを見れると思うんだけれども、ただね、ラウレアーノもね、2019年かなり活躍をしまして、一気にブレイクしてね、そこからまたちょっと20年シーズン低調なシーズンになりまして、で、いかんせんその、キャリアが狂ったというか、明らかここからおかしかったよなっていうのは、ステロイドだっけ、何かを使って出場停止になってから、あれの明けから試合には出てますけど、やっぱちょっと2019年の活躍はできてないような状況がずっと続いておりますので、ブレイブスでどうにかね、うまく復活させられればいいんですけれども、果たしてどうなるかというところを注目していきましょう。とりあえず今回の動画では、私がラウレアーノ獲得を当てたよということを皆さんにお伝えしたいだけでした。ありがとうございます。これで私もブレイブスファンです。バイバイ。